お尻に自分の鎌を貫通させてますね。こんにちは、スペイ君です。今ですね、緊急で動画を回しております。僕がハリガネムシに寄生されていたハラビロカマキリをお持ち帰りしてきて、こういうね、飼育容器に飼育していたんですけども、まあその途中経過をね、見るためにも僕の経験としてやっとこうと思ってやってるんですよね、今年。それでそのカマキリがちょっと異常な行動を見せているので、ちょっと皆さんにちょっと情報を提供していきたいなということで、やっていくよ。蓋開けてみましょうか。いけるかこれ。ちょっと待って、いけるか。いけるでしょ。きた。ちょっと待ってよ。もう相変わらず表には向けないからどうにもならない。なんだこれ。どういう状況？いや、僕もカメラ越しでしか見てないのでわからないんですが、ちょっと見ていい？やっぱりそうだね。やっぱそうだね、自分のお尻に自分の鎌を貫通させてますね。ハリガネムシが出てきてそれが嫌だったのかわからないんですが、完全に自分のお腹を突き出してますね、鎌で。理解不能なんだけど。いや、今年さ、やっぱハリガネムシのその寄生率チェックっていうのを僕はね、動画内でもやってるんですよね。そう、僕は個人的に、道路に出てきてるカマキリ、まあハラビロカマキリがメインですけども、そのハラビロカマキリの寄生率を今年、まあその秋を使って全部やっちゃおうかなと思ってまして、やってるんですよね。でそれで僕はハラビロカマキリの寄生されているであろう個体を持ち帰りしてきてるんですよね。その野外でその水につけて、こういうね、瓶を持ち歩いてるんですよ。瓶とか、まあ、ボトルを持ち歩いてハリガネムシが寄生されてるかをチェックして持ち帰ってきてるんですよね。でその中の1匹です。この子は野外でどの動画だったかな、あれだ、褐色のハラビロカマキリと緑色のハラビロカマキリのサムネになってるやつ、これですね、これのサムネのやつのあれだね、1匹出てきて、その後もう2匹ぐらい出てきそうになったんだけど、引っ込んじゃったその子ですね。その子が、今こんな感じでもうがっつり自分のお尻にね、刺さってますね、手が。どういうことでしょうか、これは。初めて見るんだけど、こんなの。いや、見たことあるよーって人の方が少ないと思うんだけど、いやでもね、僕の動画ね、意外と、まあ、最近多くの方に見てもらうことが多くて、この前あげたハラビロカマキリが自分の手を食べちゃってる動画あったと思うんですけど、あの動画もね、意外と多くの方がそのことを経験してたみたいで、そういろんなね、意見を聞けてすごく面白かったんですよね。だからこれもね、動画にしようと思って、見てくださいよ。わかります？完全に食い込んでますからね、お尻に。やばすぎでしょ。どういうこと？意味がわかんないんだけど。初めて見た、こんなん。待って、どういうことなの。まあ一応僕の推測としましては、自分のお尻から出てきてるハリガネムシに対して、まあ、タゲを取った、まあ言ってみたらその獲物、なんか動いてるものをこの子たちは獲物だと思って捕食しようとするんですよね。でこの子は自分の、あー落ちちゃった、自分のお尻から出てるそのハリガネムシを見て捕食対象だと思って捕食したんですかね。僕の手にひっついちゃったんですけども、ちょっと待って、どういう状況なのこれ。ちょっと血が出てる、ハラビロカマキリから。ちょっと手持ってみましょうか。持ってみたんですけど、こんな感じですね。完全に食い込んでますね。意味がわからないです。うわ待って、めっちゃ血出てね、お前。そうですね、はい。だからまあちょっとわからないんです。僕もそのこんなことになったことのあんまないので、まああんまってか1回目なんで、初回です、これ初回のこういう事件なので、何が起こってるか全くもって理解ができないっていうのが正直な感想なんですが、何これ、何が起こってるのこれ。いや、なんかさ、やっぱ結構今年ね、かなりの個体数のハラビロカマキリを捕まえてるんですよね。やっぱりその検査をするというか、その調べるために道路に出てきてるハラビロカマキリは片っ端から捕まえていって、でこの
さっきもお見せしたこの瓶にお尻をつけて腹広カマキリからハリガネムシがどれくらいの確率で出てくるかっていうのを調べていて、今かなりの引数捕まえているんですけど、その引数分の2匹だけ出なかったんですよね。まあメスだったんですけど、まあ、そんな感じで出ない個体もいるということを、まあ、確認したくて僕はやってるんですけど、そのですね確認してる中で、まあ、この変な個体が多すぎるというか、まあ、自分の腕を食べちゃう子もいましたし、まあ、こういう風にお腹をね引き裂こうとしてる子もいますし、なんだろうな、やっぱその分母が大きくなればなるほどやっぱこういう変な子は出てくるとは思うんですけど、やっぱあれですかね、自分のお尻からできてるハリガネムシを見てやっぱ敵だと思ってこうやってガシッって掴んだ結果、自分のお腹に引っかかっちゃって抜けなくなっちゃったんですかね。ちょっと抜いてみましょうか。このまましてても、まあ、どうせ多分死ぬとは思うんですが、まあ、いやどうしよう、このまま残すのもまたそれはまた一つの手ではあるけども、ちょっとどうしようかな。あ、死んだ？あ、生きてる生きてる。そうですね、何が起こってるのかさっぱり理解できませんが、とりあえずこまましといてもあれなので、ちょっとごめんカマキリさん、ちょっと抜くよ、その手ちょっと手を抜きます。あ、意外とすんなり抜けた。うわー、血が出てますね。僕あのカマキリにカマキリを捕食させるっていうのは割とねよくやるんですけど、こんながっつり血が出てるのは初めて見たかな。お尻からちょっと緑色のエキスが出てますね。多分血ですね。なんだろう、どういう、まあ、やっぱり自分のお尻から出てきたものを獲物だと勘違いしたのかな。ちょっとハリガネムシ見ていきましょうか。ハリガネムシは割と細長いのが2匹出てきてますね。こんな感じの、ちょごめんね、手袋も黒で、この机も黒で、ハリガネムシも黒だから見にくいとは思うんだけど、ごめん、ちょっと許して。まあ、2匹、ちょっと細長い個体が2匹ですね。出てきてましたね。いやー、多分ハリガネムシってその宿主の身の危険を感じたりすると出てきたりすることがあるんですよね。そうだから何もない時に突然ハリガネムシが出てくることってあんまりないんですよ。だからそのなんて言うんだろうな、このハラビロカマキリが自分の お尻を傷つけた、そのことによってこのハリガネムシが出てきたっていう可能性もあるんですよね。そのお尻を傷つけたことによってハリガネムシがやばい、この宿主のカマキリが死ぬって思って出てきたっていう可能性も考えられるなと思ってるので、ちょっと一概にね、なんか何とも言えない感はあります。いや、何なんだろうね。そうだからハリガネ、例えばカマキリがまあなんかおしっこのような、まあ、そのお尻から 液状のものを出しました、まあ、なんか出たとしましょう。何かね、まあ、おしっこみたいなものが出たとして、まあ、下痢みたいな、そういう、こう食べたものによるものが出たとして、でそれをその水、そのハリガネムシ側がお尻がね水に使ったと勘違いして出てきた、でそれをこのカマキリが捕食しようとしてその掴んだ結果、ハリガネムシではなくて自分のお尻に手が引っかかって、まあ、血が出てきたっていう可能性もあるとは思うんですが、いやどっちだろうな、まあ、ちょっと正解がね、まあ、その一部始終を見てたわけでもなくて、本当にこのハリガネムシが出てて、でこのカマキリが変な状態でチューブラリになってるところを僕は確認しただけなので何とも言えないんですが、いや何なんだろうな。あ、ちなみにこの瓶はハリガネムシがいっぱい入ってます。はい、ということで緊急でね動画を回させていただきましたが、どうだったでしょうか。カマキリが、寄生されていて、でそいつが意味わからない奇行なことをしているっていう動画パート2なんですけども、いや多いね今年そういうのが、本当に今年そういう意味のわからないことが多いんですけども、まあ、数をね捕まえてるんで、そういうこともあってもおかしくないかなと思います。もしね同じことを経験された方いらっしゃいましたらコメントお願いします。でそのあそれこれねこういう時に起こるよみたいなことを知ってる人もよかったらね、あの知識共有のためにコメントをお願いいたします。すいません、お願いします。ということで本日はこんな感じで終わっていきます。僕はですね昆虫採集の動画、こんな風に昆虫をね飼育している時の動画、あと昆虫をね標本にしている生放送もやってるんで、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではバイバーイ。